はい、今回のデジタルカメラマガジン2023年の1月号なんですけども、今回の特集は日本の絶景ベストセレクション118です。今回ね、毎年この新年号でですね、日本の絶景のシリーズをこう何年か連続でお伝えしてきたんですけども、まあ、毎回本当はこう写真家がこういい場所っていうのを一つずつこう紹介してですね、その数を100個とか並べてきたんですけども、まあ、大体風景写真の方もですね、一つのロケーション行って周りの場所、その周りの場所にもですね、まあ、魅力的なこういい場所っていうのがいくつかあって、やっぱりそこをこう巡りながら何枚も写真を押さえていくわけですよね。なのでこう皆さんから、写真家の皆さんからいただいた時に、まあ、ここもいいよとかこちらもいいですよみたいなこともいただいてですね、もう私自身も編集部のメンバーで選ぶ時もすごくこう悩ましいんですよね。ここもいいな、ただロケーションが近いので、まあ、どちらかこう選んでいくっていうことを何年か続けてきたんですけども、であればその周りの何箇所かですね、一同に 一緒にこう、紹介したらどうかなというのが今回の内容です。なので2023年おすすめ絶景プランはルートで提案というのがまさにこのキャッチコピーで付けさせてもらったんですけども、今回2箇所もしくは3箇所を巡りながらこういう場所がありますよっていうのを、ページでですね見せていくような形を取らせてもらいました。はい、例えばですね、平井葉月さんにはですね、冬の北海道が見せる氷の神秘というテーマでですね、春に入れの木が、まあ、樹氷として、美しくこう氷の花を咲かせたように、映る場所と、それから大津海岸ですね、これはもう、ジュエリーアイスで有名なんですけども、ここを巡ると大体車で30分ぐらいで回れる距離という形になっています。上田幸喜さんはですね、真夏の新潟を彩る大輪の花っていうテーマで、まず津南ひまわり広場で、まあ、夏ですね、50万本咲き誇るひまわりを撮って、夜ですね、東山ふれあい農業公園で花火を撮るという形で、ひまわりと花火を一緒に写そうと、まあ、これ大体車で90分ぐらいですねの距離なので、ひまわり撮ってから花火を夜楽しもうみたいな、そんな形になっています。今回ですね、EOS R6 Mark II の企画をですね、2つ、豪華に作ってるんですけども、まあ、1つはですね、一緒に発表された、スピードライトの EL5、これを、京田さんに使ってもらってですね、モデルはですね、東雲由美さんに出てもらいました。今回、実は東雲由美さんに出てもらったのはですね、僕は実はガンプラのですね、もう自分でちょっと作ったりするんですけども、それでこう YouTube でガンプラみたいな形でちょっと探してたら、すごく可愛らしい女性の人がですね、本格的なこうガンプラを作っているのを見て、それでちょっと YouTube に、ね、登録をさせてもらいました。でそれが縁でですね、今回ぜひちょっと締めに出てほしいなという形で、まあ、ちょっとこれはね個人的な趣味も入っちゃったのかもしれませんが、今回こうそういう形でデジタルカメラにね出ていただいたのはちょっと面白い風になったかなというふうには思ってます、ね、ファンタジックな、ね、世界の可愛らしい、ものをですね、撮っていただきました。関東の扉の方からですね、まあ、見開きでもうバンと始まってるんですけども、EL5 を使って、一つの、もの単刀で使ったものと、3頭で、ね、使ってこうかなりリッチに、ね、仕上げたものもあるんですけども、こんな小さい、ねクリップオンのストロボなんですけども、ちゃんと多頭することでですね、すごくかなりプロフェッショナルな、ね、仕上がりを作ることができているので、これぜひ、ね、東雲さんのファンも含めてですね見ていただければなと思います。室内だけじゃなくて屋外で、こうスナップをした表現であるとか、また夜ですね荒川の方に行ってですね、背後からバーンとね強い、ものを当ててですね、
もう浮かび上がらせるような表現と、あとこれすごく細かい微量の発光もできるので、前からすごく柔らかく当ててっていうような、こう皆さんがちょっとね、これぜひ同じような感じでチャレンジしたいというようなものをですね、いくつか京田さんに表現してもらいましたので、これぜひご確認ください。今回ですね、 OM5 は第2弾としてですね、藤原良樹さんに出てもらってます。アクティブランドスケープという形で、アクティブにですね風景を撮ろうというところです。今回は山編でやっています。で、前回海編で木村拓馬さんに出てもらいましたけども、それのですね、引き続きという形で2人の対談もですね交えて紹介しています。はい、もう一つですね、ヨス R6 マーク2は企画を立てています。これ夢川ポートレートというタイトルでですね、アップアップガールズかっこ仮の青柳夢さんにですね、登場してもらって、アップアップガールズかっこ2期の、リークラアミさんを撮ってもらうという形になってます。で、青柳夢さんはですね、高校時代写真部に所属していて、実はデジタルカメラマガジンを愛読してくれてた読者でもあるんですよね。それでムックでですね、アイドル撮影テクニックガイドで出ていただいたことで、ちょっとそういうツイートをね彼女がしてくれたので、であれば、ね、せっかく読者ですから今回はこちらに出ていただこうという形でオファーをしたところ、すごく喜んでですねやっていただいて、面白い試みとしてはアーシャを一つ取ってですね、もう皆さんに、ツイッターですね投票してもらうというようなちょっと試み やりましたので、本誌ですねぜひ買ってですね、これどれがいいか、その投票もねしていただければと思います。で、本人はですね今まで APS-C の、キャノンのカメラを使っていたらしいんですけども、今回初めてですねフルサイズを、体験してですね、やっぱりその画質の良さとか、あと最新のその被写体認識する AF のね、性能とか、もうそういうのに本当に驚かれてですね、非常に楽しく撮っていただきました。まあもちろん写真部なので、写真についてはすごくこう精通されているので、写真に対する姿勢とかですね、撮り方とかも非常にこう分かっていたので、まあその辺は全然心配してなかったんですけども、やっぱり最新の機能っていうのはですね、すごくそれをこうさらにね引き伸ばしてくれるようなものになっているんだなっていうことはよくわかるかなと思います。表紙をですねもうここ何年かですねお願いしているんですけども、ウーバーワールドの拓也さんにですね今年も、写真を寄せていただきました。毎回いろんなテーマですね撮っていただいてるんですけども、今回はやっぱり日本の風景とですね美しい絶景のようなものをいろいろこう撮っていただいています。都市の夜景であったり、美しい自然であったり、まあ、そのそれぞれが見せる美しい瞬間というのをですねまさに写真表現としてやっていただいています。今回ですねなんと表紙とですね実はその卓上型のこの英語のカレンダーを毎年ね1月号につけてるんですけども、ここも実は拓也さんにやっていただいていますので、もう毎月ですね拓也さんの美しい写真を見ながらですねこう毎月毎月ページをめくっていただければすごくいいかなというふうに思います。でもちろん中面のギャラリーもですね12ページ構成して、本当に忙しい中ですね、こんなに本格的にこう風景写真に向き合っているんだなっていうことが本当にわかる、写真に仕上がっています。紅葉あり、それから天体を撮っているものがあり、その都市の美しい夜景ありっていう形で、で動物も出てきていたりとかですね、本当にいろんなとこにいて撮ってるんだなっていうことが、分かるような構成になってます。最後拓也さんからねメッセージもいただいてますので、そこまでねしっかり読んでいただいて楽しんでいただければと思います。本当にもちろんトップミュージシャンなので忙しいとは思うんですけども、本当に写真はですねもうなんか趣味の範疇を超えてですね本当にプロフェッショナルに近い、本当にそういう
領域に入っているのかなというふうに僕自身も感じています。このクレジットにもフォトグラファー拓也っていう名前をつけているぐらいですね、それをこう体現して、実践されているのかなというふうに思っています。今回2023年1月号ですけども、まあ今回本当にね、表紙とギャラリーとカレンダーをウーバーワールドの拓也さんにやっていただいたので、まあ本当にそこのね、ボリュームがすごく多いですし、まあそこをこうしっかり見ていただきたいなというのもあるんですけども、やっぱり日本の絶景の部分ですね、だんだんですね、皆さんもやっぱりこう外でね、美しい風景見て写真を撮りたいっていう熱がすごくね、盛り上がってきてるようなものは僕自身も感じてますし、私もね、こう行ってね、撮りたいなというふうには思っているので、まあ、今回、118箇所ね、紹介してますので、その中からぜひね、ここに行きたいなみたいなところを見つけていただいて、プランをね、立てていただければいいなと思います。すぐね、行って撮れるような冬のロケーションもありますし、まあ、春や夏や秋という形でですね、シーズンでこう見られるように作りましたので、今回はここに、今年はここに行こうみたいなね、形で探してもらってもいいのかなと思います。まあ、行かなくてもですね、こう日本には本当にこんな美しい場所あるんだなっていうふうにね、見るだけでも、こう気持ちよくなれるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ年末年始ですね、本を買っていただいてじっくり読んでいただければなと思います。今月号よろしくお願いいたします。